こういくように2人目のバッターにはかなり大きな変化球を使っています。196センチ100キロという。高く上がった、ビシエドのパワーどうか。高々上がったボールは落ちてきて入った。ホームランライトの中段まで飛び込みました。第3号ドラゴンズの追加点。これがダヤン・ビシエドのパワーです。2つ続けてライトへのホームラン。いや、ライトの中段まで持っていきましたね、今ね。すごいですよ。110メートル以上、120メートルぐらいライトへ飛ばしたかもしれません。パッと見はちょっと振り遅れ気味に見えるんですけどね。ムードメーカー、亀澤とパフォーマンスのこのビシエド、やや外側のストレート切れませんでしたね、はい。